皆さんこんにちは。枚方小銘方協会副会長の中兵衛でございます。今年も残すところあと半日、いろいろなことがございましたが、一番のことは我が家では、まあ、一番とは言えないんですけどね、はい、亀を迎えたということもあります。今年最後のコンテンツとして、そのリクガメのですね、亀の体重と、好調ですかね、抗体測定を行いたいと思います。まず最初にですね、こちらございます。11月18日に最後に測りました。この時ですね、マハの好調が 7.5 センチと、カーラが 5.5 センチ、体重がですね 130g と 48g でございました。これがですね、1月半、経ってないですかね、1月と、まあ、13日、まあ、1月半ぐらいですかね、6週間ほどの間にどれぐらい成長したのか、今から抗体測定、身体測定じゃないですね、抗体測定してみたいと思います。まずはマハですね、はい、ちょっとしたことですぐ運行するんでね、もう大変なんですけど、ちなみに本日、お昼ご飯というか朝ご飯というか食べた後に、ちゃんと脱糞しております。なのでまあ増えたとも増えてないとも言えないような状況ですね。もうちょっと何これ、こうだよいしょ、はい、じゃあ測りましょうか。この野郎、頭を引っ込めろ。よいしょ、大体こんなもんでしょうか。あれ、でかくなりすぎじゃね、こいつ。大丈夫？この辺ですね。よろしい？お、抵抗抵抗大抵抗。この辺ですよね。はい。で、はい。8センチ。8センチとなりました。前回 7.5 センチですので、これはまあ8センチ。驚異的な成長と言っていいのではないでしょうか。そうでもない。ああ、そうですか。はい。そして前回 130g の体重が、えってれーん。ナンバー。はい。164g。34g も増えてますね。マジか。はい。続いて、おとなしいな、こいつ。続いて、カーラいきます。前回ですね、11月18日で 5.5 センチ。好調がですね、今回なんぼでしょうか。はい、行きます。おい、頭を引っ込めろ。引っ込めるんだ。はい、はい、よいしょ、この辺ですかね、間違いないですかね。 5.8 センチってところですかね。ちょっとだけ大きくなりました。体重まだちょっとストップです。 5.8、まあ、6って言ってもいいぐらいだったんですけどね。前回 48g だった体重が 56g。 はい、このようにですね、好調でマフはなんと 5mm、 カーラは 3mm 大きくなりました。そして体重はまあ驚異の 34g 増。そしてカーラもこれね、マハより小さいというイメージしかないので、なかなか成長実感できないんですけど、なんと 8g もちゃんと増えていました。ご飯をですね、マハのおかげであんまりゆっくり食べられないイメージがあったんですけれども、どうやら、我が家の環境で順調に成長してくれているようです。ベビーではありますが、今後もですね、ますます、大きくなっていくマハとカーラであってほしいと、飼育環境をきちんと整えられるようにますます頑張ろうと思う今年の締めくくりでございました。喪中なのでなかなか言葉が難しいんですけど、皆さんそれでは良いお年を。1年ありがとう。